初期キシッとエキシッ、アミキシです。はい、ということで今回の動画撮っていくんですけども、はい、今日からね、質問コーナー的なので、ね、最初にやっていこうかなと思います。ということで、一発目、カブンスーさんがね、くれたね、はい、質問ですね。めちゃめちゃ来てるけど、まあ、まあ、見ていきたいと思います。はい。えスパーキー相手のボムターンの位置ってことで、スパーキー相手は普通にね、あの、いつもの位置で大丈夫です。逆サユ誘導とか、 する位置じゃなくて、あのー、そのサイズに合わせたボムターンの位置で OK です。はい。スケラー相手のスケルトンを出す位置。これはなんかね、カムンスーさんが検証動画出してたね。えー、下に出すのがいいらしいです。なので、下に出しましょう。はい。<laughs> ということで。で、プリンセスにはディガーを当てるべきかで枯渇相手ですね。うん、僕はね、割と当ててますね。うん、バルーンディガーを基本的にして、ディガーをプリンセスに当てるように立ち回っていますね。まあ、状況によるけど。 で、ラバルじゃないラバー相手のボムターンの使いどころ。えー、ラバルじゃなきゃったら、あれですね、公営を処理するように、ボムターーをね、あのー、真下に置いたりしますね、ユニットの。で、まあ、スケドラ、例えばスケドラだったら、ボムタープラス雪玉のっかでね、あのー、処理できるんでね。ま、あ足元に置くのがベストかなわかんないけどね、はい。ラバル苦手なんでわかんないんですけど。で、オーブンゴブ小屋置かれた時の対処法。で、オーブンゴブ小屋は、 うん、タルババで、ね、倒せる範囲内だったらあの、タルバを転がして処理しに行ってもいいんですけど、まあ、基本的にはディガーかなディガーで、あのー、逆イの攻撃を、逆イのタワーの攻撃をもらえない位置にね、出せば、まあ、結構処理できるんでね、そこがお、それで、ディガーで処理してるかなって感じですね。あとはマスケとかかな、後ろ,後ろから。 で、はい。ラスト。エリポン3子のエリポンの対処法。エリポン3子は、もうね、あのー、まあ、大体学胸でしょ学胸なんで、もう、アイゴレ立て、アイゴレバルに立て出しして、ディガーを後から飛ばしてあげれば、相手ね、どっちかは守れなくなるんで、リクサ的に。あの、ポンプを置いた瞬間だったね。そう、なので、ま、あそれで、うーん、降りたいですね。で、できれば、あの、ポンプサイドに攻めてあげる。そしたら、 あの、バルーンでタワー落とした後に、ポンプまで壊せる可能性が、まあ、あるんでね。まあ、そんなうまくいかないけど。うまくいかないけど、まあ、可能性はあるんでね。それで、処理し、あのー、退場、壊すといいと思います。はい。ということで、今回はね、終わりですね、質問。で、こんな感じで質問をね、答えていくやつやるんで、まあ、今日は長いけどね、ちょっと。今日は長かったんだけど、まあ、もっと短めでもね、やっていくと思うんで、まあ、クラローンに関する質問があったら、まあ、DM を送ってください。ということで、はい。今日は、 ええと、マルチですね。マルチ。で、本若マルチ、あのー、55から63までね、いっぱいまで、あ、いっぱいしかしないで来れたんですけど、まあいい感じなんですけどね。で、今日はこちらのデッキですね。この、まあ強そうなね、強そうなっていうか、若干流行ってる新型バルーンデッキですね。こちらで、マルチやっていきたいと思います。さあ行きましょう、早速。そう、なんかね、動画、見たいで、動画っていうか,なか解説見たいですっていう声をね、いただけたんでありがたいことに。 で、なのでね、それを紹介、今回ね、していきたいと思います。で、これちょっとボムバルと若干違うんで、もう、もう、やめて、マ、ま、ジやめて、マジで、マジでやめて、そういうの、そういうのやめて、そう、グロタイね、グロタイ25勝目で、あのー、初手、初手、初手スケドラバルーンされて、こっち、マスケットポ、あのー、ボムタはーどっちもなくてね、<laughs> えー、負けましたね。ラバルーン、まあ、ライトニングだったんで、どっちにしろきついかって感じなんですけど、いやー、マジで初手芸勘弁してよと思ったんですけど、 まあ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 、これラバーっすね。ラバーはね、ちなみにね、気づいと思うね。まあただ、あのー、なんだっけ、ボムバルに比べたら、勝ちやすいかな。アーチャーとメガゴーいるんで、体育がね、多いんで。うーん、で、まあ渋いけどね、渋いけど、厄災こういうね、タルババとかが結構うざいんですよ。なのでね。こういうので攻めてあげて、はい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 、はい。で、ここ一旦アーチャー出して、 あボムで、ここ寄せつつ、えー、っと、これは、そうだな、あの、メガゴーで、バルーンから処理してあげてて、ここね、あの、ボムの爆破をうまく当ててあげたいですね。で、バック処理、あー、バをうまく当てて処理しつつ、ここはね、アイゴレ出してあげて、これアーチャーいるな、アーチャー出してあげて、さあさあさあ,さあ、いい感じですね。 割と守った方でしょ。で、ここで、相手が、まあ、スケルトンだと思うんですよ。でも、ディガー繋げてタル転がしてもいいんだけど、ま、あ一旦ステイ、一旦ステイして、はいはい、オッケーオッケーオッケー。これでまあね、アド若干取りつつ、逆際にバルーンディガーして、ガゴ切ったんで、相手が止めづらいはずなんですよね。ファイブも、ファイブも切ったけど、まあ、まあ回ってるかな。まあ、ただ、これディガーシを飛ばしてあげれば、さあインドレいるけど、これ、 これワンチャン端前ラバ来るんで、ここ落としたいっすね。落としてあげないと、めんどくさいことになるんで、はいはい、オッケーオッケーオッケー。え、で、これ2周目だな。2周目のメガゴマしますね。で、これはまあ、むしろもいいんだけど、ちょっと怖いんでね。で、ここで、そうだなこれね、端前で止めてあげたいけど、5、どうせ撃たれるんで、まあ、ただね、ただとはいえ、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 それを切ったら、これが止まる。 はい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 。いやーお前も二重目くるんかい。いややばいってそれ。さあ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 、ただ、とはいえとはいえ、とはいえとはいえ,とはいえですね。あーやっぱ強いね。いや強い <laughs> いやいいね。やっぱアーチャーとメガゴがいるだけでラバルも結構守れちゃいますね。これマスキラとね、しんどいんですよね、本当に。マスキラと本当にしんどくて。 マスケズボムターしかないんでね。あ、あのー、うまくやんないとね、防衛で,できないんですよ。でもこれだと割と、2周目回したりすればね、守れるんでね。いやー強い。<laughs> いやー強いっすね、マジで。今んとこいい感じですよ、ほんとに。まだ1回しか負けてないですね、今季本赤のマルチは。 うーん。いい感じ。いい感じ。いい感じ。で、これ、この時期な、まあそうだな。ボムバルとちょっと違うんでね。立ち回りも変わってくると思うんですけど、とりあえずは、とりあえず後ろからアーチャー出して、まあ相手に合わせて動いてあげれば、うん、いけるかなって感じなんですけど。め、えーっと、ゴブ折りか。ゴブ折りなんでちょっとわかんないですね。 うーんー、ん本当はね、あんま対空こうやって2枚先はしたくないんですよね。わ、まあ、ワ、ま、ンちゃんが怖いんでね。まあ、ないと思うけど。あー、うーん、でもヒースピか。いや、わかんないなー。なんだろ、うこれ。メガな、ロイホグかなあー、なんですかね。ちょっとデッキがまじでわかんないんだよな。あー、え、ロイジャイか。ロイジャイ、ライ、ライトニングですね。ライトニングロイジャイだ。うーん、なるほどね。なるほどね、ライトニングか。 うーん、しんどいですね。しんどいが、まあまあまあ、アーチャーセパって、で、ここ、そうだな、2倍までは1回耐えかな。耐えですね。耐えまくってあげたい、ここは。さあ、ここはこれでさあさあ、これはアーチャーがね、処理してくれたんで、無視でオッケーで、メガゴでエレキも、まあ、若干処理つしつつって感じかな。いや、できないか。 いや、ま、これはね、あの、雪打ってあげて、あい,い、はい、は,はい、はい、はい、逆さ行ってもらう。で、ここアイゴルで蓋して、え、ヒースピーがワンチャン来るかなワンチャン来る。あー、なるほどね。なるほどね。まあまあまあ、トリトン結構嫌なんでね。うわ、だるいね、それ。それめちゃめちゃだるいね。うわ、だるいね、だるいね、だるいね。だるすぎるね、それ。いやー、アーチャーそっち行っちゃった。いや、これはね、あの、処理しに行きますね。さすがにね。 めんどくさいんで、厄介すぎるんで。で、このアーチャーを、うわっと、とっとっとっと、ここね、ロイジャー行きますね。ロイジャー来るんで、そうだな、ここで、一旦、一旦ここで受けてあげて、で、ワンチャンライトニング来る。うわここは一旦来ない、一旦来ない。まあ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 。イあ、5かな ?5 だといいんですけどね。 ファラットはいはいはい、相手ミスってる、相手ミスってる。で、ここで、これメガゴで、多分エレキサーくん,なんですよ。だから、ここでハンターしかいないんだよね、相手が。ハンター潰してあげて。いやー、これちょっとミスったな。これミスったんで、一回、一回ステイ。いや、無理に行きなまえってね、無理やり突破しようとして、なんか失敗したら嫌なんで。で、ここは、そうそう、トリトンで引っ張られちゃうんで、 あのロビバ、ロリーババまで転がしてあげてね。で、ここでメガゴからのバルーンいきますね。で、ライトかなワンチャンライトなんだよな、これ。いや、これ、ファイブっぽいな。いや、どうだこのメガゴじゃなくてエレキは無視して、はい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 、オッケーオッケーオッケー。ケーはい。で、逆イはメガゴだけで許容かな許容してあげたい。 いける ?OK, OK, いけてる。メガコが強い。で、そうだな、ゴボリくる。ね、その位置釣れないんで。そうだな、ここで速攻潰してあげれば、ワンチャン突破できる。あ、結露は神結露は神だこれは来たでしょう。やっぱライトニングかいライトニングエレキくる、エレキくる雪の舞ってば一発入る <laughs> いや、ここ超えい,いや、雪回したらこれ落ちんのかなただライトニング撃ってるんで、相手が。防衛はしやすいはずなんでね。 はい,はいはいはい。はいはいはい。OKOKOK。OKOK。OK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 OKOK。さエリック来るが ?OK。GG ですね。まあ、ここ今ね、あの、相手に守られてても、こっちも守れてたんでね。OK ですね。いや、そう、ライトニングロイジャイはね、ボムバルでも若干きついと思うんで、ワンチャンこのデッキ本当にありかな割と強いと思いますね。 あそうで、質問ね、あのー、ある方言ったっけ ?DM、DM の方にお願いします。まあ、この動画のコメント欄でもいいんですけど、まあ、できたら DM でね、あの、Twitter の DM でよろしくお願いします。まあ、だいたい見るはずなんでね、送ってくれると嬉しいです。まあ、質問ある、あればですけど、なかったら全然いいんですけど。さあ、遅延、遅延これ、ウォールブレイカーかな。なので、 一旦メガゴね。一旦メガゴ出して。うわーなるほどね。ポンプか。で、ここは一回、こうして、うんと、ブラフですね、これは。で、バルーン行く。で、ここで処理しに行く。テスラかなうわーちょっと待って、ちょっと待って、それやばいやば。やばすぎ、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 やばすぎ。いや、普通にやべえ、普通にやべえ。ちょっと待って、やばすぎだって。もう一発。OK,OK,OK. ーーーーーーまあ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 。 結構相手もカード切ったんで、ポンプが回ってますね。いや、まずいななんだこれ。<laughs> なんだこれは。で、これでポンプ回ったんで、多分置いてきますね。いやー、なので、ここ一回アーチャーで受けて、そうだな、アーチャーで受けつつ、アイゴでバルーンして、ディガーでポンプ壊して、ユキラマンでガゴムで突破したい。まあ、そこまで、うわーお前か いや、これはもうこうするしかない。で、あの、ガゴムレ、これ出しづらいんですよ、相手、立て出しだとね。お、<laughs> えそれはでも、さすがに、あのー、バルーンが、えお、エリクサーありすぎじゃないもう10個ずもあったの、今。やばいって、それ。それ、それやばいって、普通に。いや、10個ずあるやん、だって。ガゴムレとパパ出して、なんでそんなエリクサーあんのメ目切ってるでしょ いや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 , <laughs> いや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 、待って待って待て待て。ちょっと待ってちょっと待って。いやでも、全然あるっちゃある。デッキがわかんないけど、いやこのポンプはもう無視ですね。無視するしかない。ので、あの、こっち行きます僕は。ねえ、ガゴムネ来るでしょ。ガゴムね来るんでこれ。あの、これでね、速攻飛ばして、一発ねじ込みたい。ねじ込んで、ここ逃げ切りたいがしかし、だがしかし、だがしかし、 いやー、マジでさなめがきついんだななめがきついですねなめがめちゃめちゃきついですね守ってくれ。雪なまって、遅延かけて、まあ、若干守る。若干守ってあげて。いや、ロイジャ来るね。ロイジャ来るね。いや、これ呪文あんのかな呪文あったらやばいなうわ、ちょっとマジでやばいって、それ。それやばいなー。うわ、やべー、これ。これマジでやべーわ。いやー、おられたなー。 ガチかよ。てか、矢の飴きついんですよね。あーちゃんがね、ちょっとやられちゃうっていうのがね、痛すぎるね。こ待って、またロイジャー来んのうやべえ、この人。この人マジでやべえ。攻めしか考えてない。で、矢の飴いや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 。いや、タル当たってねえしな。当たんないってある。いや、マジか。矢の飴がしんどすぎるぞ。矢の飴めちゃめちゃきついですね。 めちゃめちゃきついですね。で、ここまたロイジャ行くんのロイジャー来ちゃう、これ。いや、さすがに来ない。さすがに来ない。いや、いや、雨でしょいや、雨がしんどいね。単純に矢の雨がきついですよ。あー、回したいけど、これ相手もなんか地味に回転早いから、なんか攻めれないっすね。で、矢の雨でしょ、また。やばいな、これ。これ、しんどいね。ちょっとしんどいっすね。 うーん、これ一生このままなんで、どっかでね、攻めたいんですけど、攻めらんないですね。柳メ回されてどうしてもね。で、ガゴ胸持ってるんで、これな、これマジでなんだよ、これ。なんもできねえよ、俺。頼むって。勘弁してよ。いや、ここで来たのも美味しいな。ここはさて美味しいな。さて美味しいな。ここチャンスだな。チャンスですよ。チャンス来たんじゃないこれ。 やみきってるしね。やみきってるし、ここビッグチャンス、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 ビッグチャンス到来。で、ガコ森来る。はい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 。はいはいはい、飛ばす。からの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 バルいっちゃうよって感じで。行くけど、行くけど、行くけど。さあ突、突破していく突破していく突破していくこんなロイジャー無視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 。無視は,や無視はやばい、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 無視はやばい。ちょっと待って、ボムタンしてるボムタンしてる頼むマリェマリェうわーボムタンミスったろいてくっそ。 うわあ、今、ボムミスったの痛えな。いや、ワンチャンあったな。うん、まあ、ということで、今回こんな感じで終わりたいと思います。いや、まあ、この辺のデッキに負けるのはしょうがないね。まあ、きついしね、普通に。まあ、しゃあないということで。まあ、今回こんな感じで終わりたいと思います。まあ、このデッキね、普通に結構強いと思うんで、よかったらね、使ってみてください。ということで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。